どうもこんにちは。今ねハローズ伊勢ヶ丘店に来ております。ここに証明写真ありますね。ほらね、割と近くにあったんで行って撮ってきます。はい、じゃあ証明写真なんですけども、一体いくらなのか、どういう段取りなのか、ちょっと撮影していきたいと思います。こういうふうないろんなメニューがあって、証明写真をデータで受け取るとか再印刷とか、結構値段高いですね。最低1000円みたいですね。この前来た時は700円だったような気がするんですけども、まあ証明写真がいるんで今日は証明写真で1000円からになってます。ここ行きましょう。はい、次です。運転免許、パスポート、履歴書、大型、私の場合は履歴書なんでここをクリックね。そうするとね、3つのメニュー、スタンダード1000円、スーパー1100円、プレミアム背景色選択っていうの出てきますよ。いや、スタンダードでいいでしょ。でもなんとなく肌の明るさ選択を選択してしまいそう。まあ100円ぐらいならみたいな気持ちになりますね、これね。スーパー行きましょうか。データで受け取ります。いや、いらないでしょ。持って帰った画像をスキャンしますよ。いや、400円プラスだよ。はい、じゃあいいですね。これが今日のメニューです。1100円、支払いへ進みます。はい、1100円、 QR コード決済もあるんだ。ちょっとここで一旦撮影を停止してお金払いますね。はい、今 PayPay で払いました。ここにね合わせるみたいです、 QR コード。カーテン閉めて背筋を伸ばして、で顔を合わせるね。わかりました。じゃあ進むに行くと撮影が始まるみたいなんで、ちょっと髪をまとめたりなんだりします。ちょっと一旦撮影切ります。準備ができましたら撮影ボタンをタッチしてください。暑いね、撮影します。暑い。はい、じゃあ撮影しましょうか。笑顔で撮っちゃった。この写真をプリントする場合は次に進む。ちょっと再撮影した方がいいですねこれね、さすがに。もう一度撮影する場合は赤いラインに目の高さと顔の中心が合うように椅子の高さを調節してください。準備ができましたら撮影ボタンをタップして、はい、これはまあまあいいんじゃないですかこれね。もう一度撮影する場合は、はい、再撮影、これかな。はい、もういいでしょう。矢印のボタンで顔の中心、頭頂部、顎の先の位置を調整してください。別に悪くはないと思うけどな。はい、いいと思います。お好みの肌の明るさを選択して。美白はどうだ。お、美白1いいな。美白2、これもいいな。美白1ぐらいにしとこうか。はい、修正していいんですかね。これで終わりか、最後のコマンド。はい、はい、できたと思いますね。これでダメだったらもうダメだろう、機械が悪いだろう、金返せって話だよな。はい、いいんじゃないですか。まあお金もこうやってね払えますからね。で写真はこっから出るの、こっから外のね。あ、出てるじゃんもう。はい、出ましたよ。出ましたでございます。終わり。いや、なんか大汗かきましたよ、写真撮影するのもね。じゃあちょっと改めてになりますけども、こういう写真が撮れたかなってとこですね。1100円か、なんかどんどん高くなるね。当たり前だけどさ、なんか証明写真って400円だった覚えが未だにあるんでね、なんか爆増したなみたいな。しまいにはなんかそのあれですよ、プリクラみたいになるんじゃないですかこの証明写真も。もういい加減にしてよ。はい、終わりです。お疲れ様です。じゃあ手続きが全部済みましたんで、今度はねここじゃなくって9月25日以降に
本庁の方、駅前の方に行かないといけないそうです。その時に手数料を旧札で納めろってことなんですよ。なんで新札にするのよ、バカ丸出しというね、財務省のクズっぷりが伺えるのと、やっぱり自民党はひねり潰さないとダメですね。なんか戦争でも起きないですかね。あれ車どこ止めたっけな俺。はい、というところでパスポートの更新はこれでできたと思います。あとは受け取りに行くときに1万6000円必要でございますんで、ご用意ください。それじゃあ。